どうも配信です。というわけで今回はですね、デイシーズのみんなちょっとコラボさせていただく動画。ありがとうございます。カメムシと申します。よろしくお願いします。あ、ショウです。よろしくお願いします。リョウマルです。お願いします。ヘミ君です。お願いします。律儀なグループなんですよ、僕たち、はい、見てもらったら分かると思うけど、まあ、というわけでですね、はい、まあ、こんな感じでちょっとエイシーズと賑やかにちょっと撮っていくわけやねんけど、正座させてもらいます。すいません、すいません。今日ね、黒染めも今からしてます。何かやらかしたというわけで今回はですね、やっぱ A シーズって言ったらリーダーがカメムシってことで、はい、僕の元グループレイターズのリーダーでもあったわけじゃないですか。はい、やっぱ共通するのはやっぱカメムシの部分やん、俺らの中で。ああ、まあまあそう、もうでリーダーがねカメムシやったっていうので、はい、A シーズって今続けて何ヶ月か、え、3ヶ月ぐらいでございます。皆さんお礼してください。 ありがとうございます。ありがとうございます。逆にそれで今回は、はい、カメムシ王選手権をしたいと思います。やりたかった、これはこれは一番やりたかった。カメムシを一番知ってるのは誰っていう、うわ、これ今後ちょっと関わってくるよ。正直言わしてもらうけど、ぶっちゃけやっぱ俺強いかなとは思ってる部分あるね。それはね、でもやっぱ最近のやっぱ変わってきてたりもするから。そうなんよ、ね、うん、やっぱ密度がすごいやん、デシーズのメンバーって。すごいよ、だってベッドも一緒に寝てるもん。うん、風呂も一緒。え、風呂入らんやん。嘘もある。元メンバーの俺的にはやっぱ負けられへんところはあるなと思って。現メンバーにも負けてもらったらちょっと俺、ね、気まずいな。ちなみにしかもエブ君の場合、友達としての期間もいっぱいあるから、まあ、一番でもその有利なのはここの舞台の対決かもしれない。確かに確かに、俺も中学からのだって付き合いやもんな、うん、カメムシの方に問題を用意してもらったんで、はいはいはい、ちょっとボソボソ喋るやめよ。お前はコラボ中やで。ほんまにごめんなさい、これちょっとね、いや、すいません、逆に女の子用意できてなくてごめんなさい。もう喋らんよ俺。優勝したらみたいなところある。やっぱ王が決めるんちゃう。あ、オッケーです。じゃあもう決めました、景品は決めました。教えてくれ。教えませんよ、それは。あ、なるほどね。優勝しただけか。カメムシ取ったら嬉しい人ってことだよ。そう最下位なんかもう持ってるほかよ。あ、最下位の罰ゲーム欲しいな。どうせ鼻くそとかでしょ。いやいやいや、カーブスズピーで、あとあ、そうですね。全然使われへん。ほんまにごめんなさい。まあ、とりあえず、まあ、これは正直もその見た目にもわかる。身長いくつ？わー、あ、それ俺知ってる。知ってるじゃない。やり方分かってた。みんなでせーので言ってって。あー、なるほどね。ほんなら分かるよ。もう見りゃ分かる。余裕よ。はい。せーの。183! ちょっと待って、ちょっと待って。はい。ちょっと右から。168。168。183。惜しい。確かにこれ何が正解か分からんもんな、はい、動画撮ってきました。お、あ、今言ってます。今言ってます。その顔色悪い。撮り方分からなくて頑張って撮ってるよ。絶対ぶつかる。約170センチです。え、ちょっと持ってるでしょこれ。約合ってるよ。いや、男の約170ないから170。それ多分そのそれで言ったら168センチ多分言ってるやん。それも多分ちょっと持ってる。いや、実は166167ぐらいやと持ってもうた時期があって、それがネットの記事とかになったから、やっぱそのみんなにも持っとこうって言われへんかなっていうので168って言ってましたけど、本当は166かな。マジ全員外れ。もう約170でも合ってるけど、なんか下に見られてたかっていう寂しさはあるけどね。嘘ついてたのお前。ホントに。嘘。ポイントハイムはどうなの。まあ、正直約170ってことやから、まあ、168センチもギリ OK。 0.5点。 0.5 0.5 0.5 0.5 0。なんで一番嬉しいの。183。ほら、自信がある。一番のチャームポイントはどこでしょう。自分が思ってる。自分が思ってるね。でも余裕ちゃう。むずくね。チャームポイントは聞かないもん。せーの、鼻。え、あ、もみあげ。もみあげ。俺金玉。あー、迷った迷った。鼻。あー、なるほどね。いきます。じゃあ鼻です。いや、正直言ったらみんな金玉でそっちかいを待ってて、ガチで当てにいってる。動画のこと考えずに負けられへんもんね、やっぱり。全員金玉って言うやんと思った状況で逆ボケで話してたら、俺なんかマジで言ってるみたいになるやん。もみあげって言って、もみあげ香りだもん。もみあげって言った瞬間青いだろって。それも違うわけやろ。動画的には
マイナスやけど、まあ1、1.5、0.5、マイナス50。でかーお土産はやばい。勝たれへん。次、何フェチでしょ。これ結構まあ昔も動画とかでやったことあるし、あ、じゃあ俺知ってるってこと？のはあるね。え、1個やんな。え、何フェチってのもそれ1個しかない。あ、確かに確かに。オッケー、じゃあせーの。鼻。匂い。匂い。匂い。はい。鼻。はい。匂い。はい、匂い。あー、なるほどね。これガチ、これもガチだ。これ俺もガチだって。いきます。あの、胸と匂いと足とお尻と鼻です。俺一個やんなって聞いたよ。いや、なんかやばいと思って。全然やばい。おい、ごめん、これはちょっとサービス問題すぎた。せやな、せやな。足っていうのはどれやん。ガチで言っていい、うん、鼻から。じゃあクロちゃんがめっちゃ鼻綺麗で女の子やったらどう？うん、そうよ。ちょっと今考えさせて。クロちゃんが鼻でもクロちゃんがいい匂いでも嫌やしな。あ、逆に逆に正直これはまあ全員に1ポイントあげたい。おお、よくしてくれてましたっていうことで。そうね、そうね。次です。これはね、結構正直一緒にやっぱ YouTube やってきた、やっていく面で重要かもしれない。座右の銘は一本、この、これだけは俺、芯に持ってやってます。え、そう、一応あるっていう体で。聞いたことね。聞いたことない。体にやっぱヒントが刻み込まれてるかもしれないですね。ああ、あれか。ああ、オッケーオッケーオッケー。あ、オッケー、わかった。じゃあ、いきます。はい。せーの、即解散。うん、ちょっと待って。言わせるの。はい。誰にも縛られない。自由。はい。即解散。まあまあまあ、彼は、と、ということ。自由、自由。ああ、なるほど。じゃあ、行かせていただきます。一旦、一旦ね。行かせていただきます、はい、何事も全力で。おい、何事も全力で。ふざけてないよ。一人、これおかしかったね。意図が聞きたい。戻ってきたと思って、うん、これからやっていくんじゃろうか言うて、うん、矢先に、うん、即解散したやろ。確かに座右の銘だ。情けない生き方ですね、僕。全然ゼロかな。全然ゼロ。2つ消せも。いや、じゃあ何事も全力で。俺じゃあ次タトゥー、ここ胸に掘るもん。ここら辺から結構難しかった。うん、でもこれ簡単かも。逆に一番好きな YouTuber は。あ、分かる分かる。これはでも正直ちょっと、でも時差ありそうっすね、ここは。あ、そうやな。今やね。え、分かんない。じゃあ行きましょう。分かった、これ。せーの、ヒカキンさん。うん、なんて翔ちゃんさっきは言わないです。あー、違う。これじゃあ一人ずつ、はい、言うと、んで、ヒカキンさん。ヒカキンさん。おお、惜しい。強さえていく。違う。冬太郎のカチカチやね。バカなこと言うな。真剣にやってます。はい、はい。愛なんです。待って、これ来るんじゃない？じゃあ、ってこれ、ええわ。ほんまだって好きな YouTuber やろ？ちょっとなんか俺分かってないわ。ここでボケるなとかさ、まあ、ボケじゃないやけどね、今のは。じゃボケるなと思ったもん。コビ振ろうとすんだろうな、ここでと思ってた。ああ、なるほど、ね。やってみた。ヒカキンさんがほんま一番好きなんやけどね。すごい毎日見てるし。今更遅いよ。じゃあ、次行きます。好きな女性のタイプは？ああ。ちょっと何個もあるね。当てれた分だけポイントこれ加算します。じゃあここで一気にひっくり返る可能性があるね。でも3つまで1人言えるのは。あ、オッケーオッケーオッケー。フェチとは結構違う。フェチとは違いますね。じゃあもう行きましょう。はい、せーの。かわいい、優しい、おっぱい大きい。そう、何、いい匂い。ちょっと1人ピンピンやったくない？ちょっと待って。うるさくない人。うわー、それもあるわ。鼻高い人、可愛い子。鼻が高くて、おっぱい大きい子。おお、2個ですね。え、2個？うん、分かんない。これ可愛い、優しい、おっぱい。爆乳。目がでかくて、鼻が高くて、色が白くて、髪の毛がやっぱ綺麗で、髪の毛が長くてって人かな。多いな。これでもちょっとごめんなさい、ボケずにいきました。全部見た目できたか。そりゃそうでしょ。おっぱいじゃ俺は人見えへん。 M 君が1ポイント。いや、俺も鼻って言ったよ。言った。じゃあ1ポイントずつ。うわ、マジか。これ結構でもポイントどうな、今ちょっと正直数えてなかったけど。いや、前俺も50ポイントされてるからね。そうです。前もずっと前やった。 M 君が結構泳げてきてるくらい。え、俺でも 1.5 ポイントじゃない。あ、林君は2、ちょっと待って、これ点数大丈夫か。最後100ポイントとかなるから。いや、俺でもね、正直そういうのはやりたくない。なんで、ほんまに。でも最後、おえ、これ最後、はい、これマジで当てに行こう。最後は、うん、これ最後は何かあるの？最後はね、うん、ポイントが100ポイントじゃん。やばっ。時間大事。
して、でもこれは正直ほんまに当ててほしい。おのおのやっぱ自分の心に手を当てて、だるまじ、うん、この流れもういい、何も喋らんで問題で聞いてほしい。 ACs とレイターズで一番好きなメンバー。わー、これでも結構あれちゃう。これやっぱみんな自信を持ってほしい、自分に。正直まあみんな好きやけどね、その中でもっていうのはあるのね、うん、全員っていうのはないです。今回分かった、オッケーオッケー、即答即答、もういける、せーの、カメムシ。おー、ちょっと待って、なんて言った俺。カメムシ。カメムシ。あ、タイガーマスク。俺、あ、翔さん、翔さんですか。うん、タイガーマスク。俺知ってるけど、俺知ってるよ。これ答え書いてあかんのか。いや、おもんないやつ。ほんまにおもんなかった。一番か、これむずいな。サドルンです。ごめん、ほんまにちょっと滑ってるわこれ。え、本当はどういう予定だったのこれ。ほんまはここでドカーンの予定やったけど、ボケにしちゃ弱いしっていう。ごめん、ほんまにちょっとこれはミスです。いや、でもサトルなんやろ。サトルんだよ、うん、まあでも正直ガチでそのボケもやっぱ加味してほしかったね。ここまでと撮影してて疲れてる、うん、で疲れた頭の状態で言うボケはサトルしかおらんやん。だって全員ゼロ。もう一回サービス問題一つ作ってる。今ちょっとじゃあ考えるわ。確かに最後のところ不発っぽかったもんな、うん、はい。今一番俺が食べたいものは何でしょう。ああ、うん、それは俺分かる。これが100ポイントやで。これ実はこれはね、ほんまに結構当たるね。ボケなしで、ボケなしで、はい、じゃあもう全員でいこうか。せーの、もう言うのな、言わんのなしだよ。そうだよ、はい、どっちにしろ迷うな。ちょっとお腹痛い。え、お腹痛い。お腹痛い。いや、でもこれはまだ優しいもん欲しいから全部、もう行こう。はい、せーの、ジロー。ジロー。え、誰、ジロー誰言った。ジロー。ジロー。おぉおぉおぉ来た。あ、そっか。あ、うわ、そっか。え、ラーメンジロー。ラーメンジロー。ラーメンジロー。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 金でも。お、金でも。エブ君だけ最下位です。あれ、金電丸はどんな後やん。いや、もういや、もう疲れたから、もう早く終わらせろ。いいよ、いいよ、ほんまに。1位は、お、小吉じゃない。確かに俺かも。さっきのポイントもあるから、先輩に暮らされて。ちょっとなんか微妙な感じで1位になっちゃったけど、いや、もうほんまにごめんなさい。これは金電丸で俺大好き。今まで頑張って積み上げてきたけど。商品はじゃあジローおごり。おお、ほら、えやばでかっ。やばジローおごり。でかっ。最下位はジローおごり。お願い。はい、あーす。もう回収しようとしてる。これ今後に関わっていく問題でね、一番最後特にすごい大丈夫かな、この微妙な空気やけども、この初コラボが、うん、ちょっと、うん、今でも途中は盛り上がったけどね、そのごめんなさい、僕の問題のせいで。終わりですか今日は。はい、終わりです。これでお、よかった。ありがとう。ありがとう。こんな感じでちょっと A シーズンの方でもね、コラボの道具があります。実はね、 M 君のあのフルパワーの時に撮ったから30%。時間半遅刻されてます。いや、折れちゃうな。4人にジロー怒り、うん、1時間半も撮影飛ばしてる。泣きの演技いらんじゃん。この感じでちょっと楽しい。そのタイミングでしかもお前の妻めっちゃ臭いね。マジで。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。